和幸宮観善神社和幸宮観善神社一宮抜き先神社は、群馬県富岡市一宮にある神社。式内社、明神大社、上野国一宮。旧社格は国兵駐社で、現在は神社本庁の別表神社。群馬県南西部、神楽川左岸の菓子団球場に鎮座し、信州街道に面する。当社は。 物のべしが祖神を祀ったことに始まり、古代には、朝廷から、中世以降は、武家からも推計された。境内は、正面参道から一旦石段を上がり、総門を潜ったところから石段を下ると社殿があるという、いわゆる、下り宮と呼ばれる配置となっている。社殿は、江戸時代に、第三代将軍、徳川家光、第五代綱吉により整えられ、本殿、拝殿、 ロ門等が重要文化財に指定されている。また、鹿浦州属、国選択、県指定向け民族文化財をはじめとした多くの特進事を行っている。祭神は、以下の二柱、なお、一宮淳毛出では、本尊地美女尊愛との共通指名と記載され、主神は、女神とされているほか、本殿の地にも、打ちそぎ、女神の特徴となっている。 社殿によると、創建は、安漢天皇元年、534年。3月15日、詐欺宮、県安中市の先前神社に、否定に、物の部聖磯別氏が氏神である共通主神を祭り、荒船山に発するかぶ川の流域で、詐欺宮の南方に位置する、よもぎき綾城あやじに社を定めたのが、始まりと言われる。その後、天武天皇2年、私年号では、白宝2年、 673年に最初の砲兵が行われた。一方、室町時代成立の新東州には、安官天皇二年、535年、三月中頃に抜け矛大明神が、笹岡山に矛を逆さに建てて、餃子、白鵬六年、677年三月に、勝負国に社団が混流されたと記載されている。現在の社名。 和ず宮きぐ神社は、旧社格廃止に伴い解消したものであり、六国史をはじめとする古書には、抜き神社、抜きほこたと、かん神社、抜きマイナスの二つの名で記される、詳細は述。この二社が、現神社の前身であるとすると、最初に記録に登場するのは大道元年、八百六年、新昇格直不詳の神風部にある、上野抜きさ神二子の記述である。 延長五年、927年には、縁儀式神明朝に完全神社が名神台に、列格されている。歌天皇の第、民那四年、888年に一代一度の、方兵として、大神宝士を使わすこととしたが、当社へは肝心元年、1十1 7年、五一上天皇即位の際に使わされている。長元三年から四年、 1030年から1031年に成立したとされる上野国公代実録長には小一位、君十二2等、抜き先大民神社とあり、当時すでに深海が小一くら位に達していたと思われる。本朝族門水の記述によれば、河和2年1100年4月に上野国木大、平州神が公羽抜き願を行った時の奉建の文を国史、 孔介の助藤原敦木が執筆しており、当社が国史による特別の数計を受け、一宮的機能が12世紀初頭には確立したと考えられる。中世において、当社は源頼地家、吉井 F 氏をはじめとする武家の数計を集め、室町時代末期に越後上杉、相模跡法上、海の武田の各氏に支配された際も非合を受け、特に武田氏は、 古代画廊の原正種が取り継ぎを務め、増大費用を胸別に課して、上の国を超えた策を講じたとされる。江戸時代には徳川家の庇護を受け、現在の社殿が整えられた。江戸当時は、抜き先神社が一般名称であった。明治四年、1871年に近代社格制度において国平中社に指定され、演技式での表記に習い、 完全神社と解消した。戦後は神社本庁が包括する別表神社となっている。明治以前の歴史書には当社に関して抜き先神社と関前神社という二つの記載がある。また、和名省には関羅軍に抜き先号と関前里の記載もある。それら抜け矛と関前の関係については議論があり以下の二節が存在する。 当社の社殿の配置は独特で、本殿が境内入り口よりも低い位置にある。すなわち、正面参道から石段を上がりよもぎが、球場にある大鳥居、草門をくぐると、今度は石段を下ってから綾女谷の本殿に参拝することとなる。このような配置の神社は、下り宮、下り参りの宮と呼ばれている。本殿、拝殿、老門、回廊は、 江戸幕府第三代将軍、徳川家光による、寛永12年、1635年の造営。元禄11年、1698年、第五代綱吉による、大規模な修理で国際式の漆が塗られ、現在の華麗な造りとなった。いずれも国の重要文化財に指定されている。当社では12年ごとに、式年遷宮が行われる。 仮殿敷地に仮殿が築かれ、猿年の十二月十二日に仮殿潜座祭が、翌鳥年の三月十三日に本殿潜座祭が催される。この三ヶ月の間に本殿の修理、清掃を行う。万十二年、千二十五年以前から行われており、古くは三十年ごとであったが、後に七年ごとになり、天正十八年、千五百九十年から、 現在の形式となった。年間で71度の祭事があり、多くの特殊神事を有する。出雲大社の鮭から24座が伝承された。元旦と、例大祭、3月15日に奉納される。有形文化財、天然記念物、所在地、交通アクセス、付属施設、周辺、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。